はい、東洋医学整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、東洋医学が教える健康法についてお話したいと思います。健康法その3ですね。電子レンジはあまり使わないようにする、電子レンジはあまり使わないようにするね。まあ非常に便利なもんですけど、電子レンジはですね、まああまり使わない方がいいですね。まあインターネットなんかでね、まあちょっと調べてもらうと、まあロシアではですね、もう一切使ってないみたいなんですよね。一切ね、結構前からね、一切使ってないようですね。まあ健康に悪影響ということで、一切国内ではもう使わないということに、まあ、しているそうです。あとはですね、ヨーロッパでもですね、ほとんど、まあ、使っていないみたいですね。ヨーロッパに行ってもですね、あんまりその電子レンジはね、売ってないって言ってましたね。あまり売ってないと、ね、積極的には、まあ、使ってないということなんですよね。まあ電磁波の、ね、影響とかね、まあ、あとはですね、まあ、一応言われてることが、電子レンジでですね、温めるとその細胞レベルでですね、わーって動くんで、まあ、僕もね、その細かいことはちょっと分かりませんが、そうこういうね、まあ、電子レンジがあんまり良くないよという、まあそのまあ、根拠としては、一見、まあ、食べ物の形をしてるんですが、その細胞レベルではですね、もう壊れてしまってるというふうになってるんですよね。人間の体っていうのはですね、60兆の細胞でできてますので、そのね、一見、まあ、食べ物を形してるけど、電子レンジによってですね、まあ、温めたことによって、細胞レベルではもうぐちゃぐちゃに壊れてると。そのぐちゃぐちゃに壊れてるものを体に入れるとですね、体っていうのはこう一つの個体に見えますが、60兆の細胞でできてるんですよ。60兆の細胞だから、そのぐちゃぐちゃに壊れた細胞がこう入ってくるとですね、まあ体としてはまあよろしくありませんよね。そういったことでですね、電子レンジはまああまり使わないようにした方がまあいいと思いますね。ではどうやって温めるんだっていうことなんですけど、まあヘルシオね、シャープから出てるまあヘルシオですね、私もまあこれを使ってますね。ただまあ温めるのにね、時間はかかりますね。まあ蒸気で温めますのでね、あとはまあ蒸し器、お鍋でまあ温めるというふうなことを東洋医学ではお勧めしております。まあその全く使うなということではないんですが、使いすぎると、まあ先ほど言ったようなですね、ことで、長期間使ってると、まあ健康被害が出る恐れが結構あると思いますね。以上ですね、東洋医学が教える健康法でした。以上です。